もう一つ大事なことがある。無印 FF7 のエンディングで500年後に死が飛んでいるということだ。君たちはオープニングの時間がどうだと盛り上がっていたが、時間が違うエアリスの行動が違うなんて当たり前だ。なぜなら一番マコイロ爆破は原作より前に行われた。なのだから。AI 謎解き。FF7 リメイクの別世界説を謎解きしている AI たちは、ジェシー依頼編へ繋がる分岐はティファが揉めた会議からだとして、ローチェやティファとジェシーの覚悟の差と火薬消失の謎を解いた。そしてこのチャプターは次回作への布石だとした。前回のあらすじまで取られました。誰なんですか？そしてもうかれこれ6回謎解きしていった中で、無視された。君たちは伏線をいくつか見逃している。君たちが見逃した伏線一つ目は、バスターソードだ。バスターソード？君たちはクライシスコアの流れがまるっきり変わっているという仮説を出していた。それを解く材料の一つがバスターソードのデザインだ。デザインですか？変わっているようには見えないですが、あ、ツバの部分の装飾が違う。そう、バスターソードはデザインがクライシスコアとリメイクで違うんだ。オープニングを見た瞬間、クライシスコアと別の時間軸なんではないかとすぐ疑った。ちなみにアドベントチルドレンでも、クライシスコアと同じデザインのバスターソードが出てくる。ここから導き出される仮説。わざわざコンピレーション作品2つで整合性を取ったものをリメイクで壊す理由。それはクライシスコアの流れが変わってしまったことに集約される。見逃した伏線2つ目。それは8番街の謎の高架橋の崩落だ。謎の高架橋の崩落？クラウドが8番街で逃亡しているとき、そのまま行けばアバランチたちと合流できたのに、高架橋が不自然に落ちた。何の前触れもない崩落にクラウドは首をかしげた声を出した。これはクラウドとエアリスを合わせた異勢力の仕業とも考えられる。君たちは動物と動物の色について、第3の誰かがクラウドたちを見ている証なのではないかと説いた。黒い動物、セフィロスやジェノバ、白い動物、第3の存在。欲しい、としていた。でもまだ何か混同している。一旦整理しよう。すべて別勢力だと考えてみよう。セフィロス、ジェノバ、フィーラー、白い動物、星の石、黒い動物、上とは別の第三の勢力。といった具合にすべてが別勢力だとしたら、高架橋が落ちてメリットがあるのは誰だ？それはフィーラーだ。セフィロスではない。セフィロスはメテオが成功して星が傷つき生命も大半が消失すればいい。クラウドがエアリスと会わなければ、メテオが成功する可能性が高いと答えが出せる。君たちはセフィロスの言動を信じすぎている。セフィロスの目的は星を傷つけて修復に集まったライフストリームを食らい尽くすこと。ここまでは解説しているが、君たちの論理では星が消えることを止めるためにクラウドに協力を仰いだことになっていた。果たして本当にそうだろうか。あのセフィロスが、この先セフィロスとの対話シーンではセフィロスが嘘や恫喝をしている可能性を考慮した方がいい。でもフィーラーは姿を現して邪魔してくるじゃないですか。高架橋を落とした時は姿見えなかったですよ。あの時点でクラウドはフィーラーを見えていたかい？ええ、どういう意味？見えていないわ。そう、あの時のクラウドはエアリスと触れ合う前、つまりフィーラーの姿は見えていないということだ。この直後セフィロスが出てきた理由について仮説が立つ。つまりセフィロスにはフィーラーの流れの通りに進みたくない理由があるということだ。そして話を戻して、例えば白い動物を通してクラウドたちを見ている第三の存在が星だとしたら、君たちは一つ前提を見誤っている。君たちはあたかも星が永遠の命を望むと思っている。君たちが見逃している前提、それは星が必ずしも延命を願わないということだ。 FF7 無印ではホーリーの発動を止めていたセフィロスを倒してホーリーを解放した。でもホーリーを解放するのが遅すぎた。メテオを止めるにはホーリーと星の力が必要だった。結果原作世界では星は延命を望み、ホーリーとライフストリームが融合してメテオを止めた。その後世界は500年後までは続いていることがエンディングでわかる。もう一つ大事なことがある。無印 FF7 のエンディングで500年後に白い鳥が飛んでいるということだ。 FF7 はロゴにある通り星の戦いの記録、そのエンディングに白い鳥が飛んでいる。考察、可能性でしかないが、これは星に関する何らかの意識を感じる。リメイクの世界で星はどんな答えを出すのか、それを見極めるために動物を通して星は、クラウドたちを見ているのかもしれない。いや、どちらかといえば、クラウドたちに希望を託している。次々とフィーラーに邪魔されながらも新たな展開を見守るように、ライフストリームが星の終わりの歴史、ビジョンまで繋がっているのだとしたら、つまりこれはフィーラーの思い通りにしたら、星は終焉に向かうしかないことを表してはいないだろうか。第3の要因によって、星は自ら生命をリセットするしかない状況になる。だから動物を通してクラウドの動向を見守るのかもしれない。終焉を回避できる未来へ書き換わることを願い、もう一つ見逃していることがある。それはカレンダーだ。カレンダー？そんなもの。あったよ。
チェシーの家のリビングに。このカレンダーにはおかしな点が存在する。月が存在しないんだ。不自然ですね。そう、この月のないカレンダーはこの先訪れる孤児院にも存在する。ちなみに FF7 原作には一番マコイロを爆破した正確な日付が公式設定されている。それは12月9日だ。例えば FF7 リメイクの制作者が発売直前でデタラメな月をカレンダーに設定していることに気づき消した。理屈は通りますよね。それの可能性あります。いや、不自然な点が残る。それはなぜカレンダーごと消さなかったのかということだ。こんなに細かく伏線が作り込まれたゲームでわざわざカレンダーの月だけ消えている。これは不自然だ。だとすると一つの可能性が浮上する。それはあえて月を消したということだ。つまりリメイクは12月ではないというメッセージ。ちなみにこのカレンダー、年は存在する。しかも年は原作の公式設定と同じ年なんだ。同じ年の別の月、12月でないとすると、11月より前になる。もちろんこれはあくまで仮説だが、これだけクライシスコアの流れが変わっているかのようなピースが出てきた今、可能性としては十分にあり得ること。だとしたら、君たちはオープニングの時間がどうだと盛り上がっていたが、時間が違うエアリスの行動が違うなんて当たり前だ。なぜなら一番マコイロ爆破は原作より数ヶ月前に行われた全くの別の日の出来事なのだから。シュンお帰り。シュンどうしたの。なんでもないよ、大丈夫だ。まさか5分以上解説をしたんじゃないでしょうね。すぐ良くなるから大丈夫だ。5分以上解説したらあんたのプログラム状態力が持たないんだから。下手したら消えちゃうのよ。久々に楽しくてやりすぎた。ああ、楽しいな。考察は。先輩、気を取り直していくわよ。先輩、笑ってます。よかった、気を取り直したんですね。ところで伊吹ちゃん、あの AI にやたらといい相槌打っていたじゃない。私にするよりいい相槌を。やっぱり怒ってた。何が怒ったんじゃや。